失礼しますよ、海長さん。ほら、今日の稼ぎだ。ご苦労だった。おいおい、もっと感謝してみせろよ。今日の分だけであんたの欲しがってた金額はクリアできてんだぜ。そうか、恩に着る。そうそう、初めからそう言えよ。ま、今日はでかい取り立てが久々にできたんだ。組長さん、あんたラッキーだぜ。ま、借金まみれでギャンブル狂いの医者にも感謝した方がいいな。医者？でもあの野郎も急に金ができたから返済するとか抜かしやがって、一体何やれかしたんだろうな。そいつからいくら切り取ったんだ？3000万だ。親の遺産でも入ったのかね。おい、何なんだ。3000万、用意できますか？私たちナースも困ってるんです。さっき急に院長に辞表を渡したとかで、逃げるように出て行ったきり連絡もつかなくて。あの、何かあったんですか？クソみてえなやつにも頭下げて、死ぬ気で金を用意したってのに。今までの時間は一体何だったんだ。もう優子には時間がねえってのに。
邪魔だ。何なんだ。ああ、
お？おい。そこのお前、おお、舐めてんじゃねえぞ。何なんだ。ちょっとそこら、お金ちょうだいよ、お金。なんなんだ。何ですか？
いらっしゃいませ。はい。またまた。え？よろしく。はい。何？ああ。すげえや。またな。
キルちゃん。おもろいな。いらっしゃいませ。なんてことだ。ありがとうございました。どいてよ、急いでるよ。そんなに急ぐ必要ねえだろ。なんだ、え、何があった。いや、なんか爆発事故とかで。おい、あんた。キリュウ、だってさ、ハルカは。すまん、奴らまさかここまで派手にやってくれるとは。何があったんだ、ハルカはどうした。ほんの1時間くらい前だ。ハルカ、何してるんだ。私やっぱりここにいちゃいけない気がする。え、私キリュウのおじさんのこと好きだけど、私がここにいるとおじさんに迷惑がかかっちゃう。何度も危ない目に遭っちゃう。ハルカ、だから私はいなくなった方がいいの。お母さんももういないし、本当はもっとおじさんたちと一緒にいたかったけど。ハルカ、すまねえ、キリュウ。奴らギャングの連中だ。ハルカをさらっていきやがった。ギャング、この町のグレン隊だ。ヤクザのヤバい仕事なんかを引き受けてる。赤、白、青の3つに分かれてるんだが、まとめて襲ってきやがった。ハルカさらったのは何色なんだ。河原のシステムがダウンしちまってる。分からねえんだ。なら、しらみつぶしにするしかねえな。俺は署で情報を集めてくる。ハルカの居場所が分かるかもしれん。分かった。
お前ふざけんなよ。あいつはナイフを置いて消える。目障り。
行くぜ。力みすぎだぜ。なんや。どうした？気にすんね。なんや。力みすぎだぜ。じゃねえか。どうした？
者。やるじゃねえか。
青のギャングだな。だったらなんだよ。遥かはどこだ。え？お前らがサイの河原から連れ去った女の子だ。頭おかしいんじゃねえか。知らねえよそんなガキのことは。俺らはホームレスを殴りに行っただけだからよ。やっちまおうぜこいつ。さっきはちょっと暴れ足りなかったしな。一丁遊んでやるよおっさん。お前ら本当に遥かを知らねえのか。はい、俺らはチームでも下っ端ですから。でも白の連中なら何か知ってるかもしれません。白いギャングか。そうです。奴らならその辺にたむろってますから。本当すいませんでした。勘弁してくれ。俺らは遊びのつもりで行っただけなんだ。ホワイトエッジのやつらに聞いてくれ。おい、いや、
いらっしゃいませ。ほほ、ありがとうございました。あんたなんかよ、ここはおじさんの来るところじゃないの。帰りな。下っ端に用はねえ。リーダーを出せ。断るって言ったら？お前らが怪我をするだけだ。面白え。やってもらおうじゃない。なんだてめえは。はるかはどこだ。おっさん、わけわかんねえこと言ってんじゃねえぞ、おら。やんのか、これ。ふざけんな、親父。やろ、舐めやがって。おい、この親父、ぶっ殺しまえ。どうした、どこにやった。知りません。俺らはブラッディアイの連中に誘われただけで。ブラッディアイ。赤いジャージの連中です。あいつらに聞いてください。どこにいる。劇場前の広場にデブラっていうクラブが。そこが奴らのたまり場さ。気流だ。伊達だ。警察におかしな動きがある。本庁の捜査一課に遥の捜査依頼があったらしい。一課に？どういうことだ。詳しいことは分からん。ただ遥は誘拐の被害者ってことになってる。東上会とは別の組織が動き出したんだろう。キリュ、奴らより先に遥を抑えるんだ。急げ。分かってる。
ち穴だ。さあ兄ちゃん、俺らに金貸してくんない？財布もらっちゃうね。目障り。いいな。ありがとうございます。
ハルカはどこだ。はぁ、あ、お前誰だ。知っててもお前なんかに言わねえよ。口の聞き方に気をつけろ。はぁ、あ、やるってのかよ、こら。お前がリーダーか。違います。リーダーなら下に。リーダーは下。そんなことしてただで済むと思ってんのか。ハルカを返せ。さもなきゃお前ら皆殺しだ。兄貴面白いぜこいつ。やれるもんならやってもらおうじゃねえかよ。返り討ちにしてやれ。Thank you.
死んだも同じだぞ。ハルカはどこにあった？知らねえよ、そんなもん。待って。どこだ？ハルカはどこだ？俺らは金で雇われただけなんです。雇い主は誰に雇われた？ジャガのです。子供はジカガイのハルさんのところに。ラウカロン。先ほどの祝杯に薬を入れました。キリュウさん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。キリュウさんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやす、足が。何？お前のためなら足の一本や二本。すんません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。奴が、ハルカを。
ハルカは見つかったか？いや、まだだ。そうか。今、サイの河原のお前のアジトにいるんだが、詳しい話も聞きたいし、一度合流しないか？わかった。いらっしゃいませ。ほう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございます。どうや、キールちゃん。
やん、エッチ。いや。
見つけたで、なあ。もう逃げられへんぜ。懲りねえ人たち。またな、キルちゃん。おもろいな。どうだ、何か分かったことはないか。ハルカを連れ去った奴らはジャカの連中だ。何？ジャカだと？ああ、
ギャングのやつがそうほざいた。ハルカは今横浜にいる。だとしたらここで準備する必要があるな。ジャカのことだ。何が待ち受けてるかわからない。キリュウ、準備ができたら声をかけてくれ。車で横浜に向かうぞ。あまり無理はすんなよ。横浜へ向かう準備はできたのか。そうだな。分かった。それじゃあ横浜へ向かうぞ。そうか、ガキを奪ったか。いい、今中華街の本部に監禁してます。これで例のお約束守っていただけるんですよね。おう、オタクのジャカには30で文句ないやろ。 30? じゃあ島野さんは70ってことですか。いや、うちは50や。なら残りの20億は。おう、来たか。なら紹介するわ。これが五代目近江連合の寺田いう男や。以後お見知りおきを。錦山のアホからガキの情報を持ってきたんがこの寺田や。残りの20はこいつんところや。そうでしたか。それはそれは。錦山のガキや、まだまだ極道の怖さ知らんで、年が20も下のガキに出し抜かれるかっちゅんじゃ。